下福島公園夏の風景下福島公園秋の風景下福島公園銀南並木の田富士市も福島公園は大阪府大阪市福島区にある都市公園である。かつての第二本宝石株式会社の主力工場であった福島工場跡地に大阪厚生年金病院などと共に建設された。福島区内では福島公園に次いで古い公園であり面積は 国内で最大規模を誇っている。1894年に日本宝石株式会社本社工場が建設された時の赤レンガ壁の一部が公園東側の境界に現存している。この壁は1945年6月の大阪大空襲や1909年の北の大火の火災炎症を食い止めたものの一部である。公園内にはこの地が発祥の地と言われ、 福の花にも指定されているのだ富士が栽培されている。また、足利義明や豊臣秀吉も訪れた富士山の庭も復元されて、公園内に移設されている。2001年に下福島プールが改築され、新たに屋内プール及びトレーニング施設がオープンした。2005年より公営事業の民間開放方針に従って、 施設の運営管理を、コナミスポーツ株式会社が受託している。野球グラウンドが2面取れる下福島運動場では、平日は、近隣の小中学生の授業やクラブ活動などが、休日には、会社員などの野球チームが試合を行っている。また、下福島運動場の外周に沿って一周480メートルのジョギングコースも整備されている。公園の管理は、 大阪市役所ゆとりと緑振興局西部方面、公園事務所が行っている。ありがとうございます。